北内駅は奈良県五条市住川町にある西日本旅客鉄道和歌山線の駅である第2回近畿の駅百選に選定されているスイッチバック解消後のホームと駅舎五条方面に向かって右側に短式ホーム一面一線を有する地上駅駅舎はログハウス風待合室があるだけのごく簡素なものでその中に直立式自動券売機が設置されている バリアフリー化されており、駅入り口にはスロープや手すりの設備も整っている。愛古川管理や愛古か改札機による対応である。王子鉄道部が管理している無人駅である。トイレは駅舎横に設置されている。工術のスイッチバックの解消に伴って、新しい駅舎とホームが建設され、旧ホーム付近の古墙橋及び河川は撤去された。 その他の設備は10年近く撤去されることなく残っていたが2017年になって旧駅舎と信号機器室が解体されている当駅は2007年3月18日まで駅に停車するためにスイッチバックが必要な構造となっており関西2府4県では唯一の例であった最急勾配こそ20パーミル程度だが開業時は 蒸気機関車の牽引する列車ばかりだったため必須の設備であった。その後に蒸気機関車は廃止となり、やがて電化されたためにスイッチバックの必要性は薄れたが、設備は残されていた。その当時は相対式ホーム2面2線を有し、列車の交換を行うことができた。駅舎側が1番線、向かいが2番線で、それぞれ5条方面行きと王子方面行きであった。 五条方面から当駅に停車する場合には、まず引き上線に入り、そこからスイッチバックして駅に入線した。王子方面からは、これと逆の工程である。なお、列車が当駅を通過する場合にはスイッチバックをする。必要はなく、駅構内及び、引き上げ線に入らずそのまま渡り線を通ることができた。また、スイッチバックによる入れ替え作業中は4分、程度遮断機が降りたままになるため、 駅北方にある踏切道にはその旨が書かれた看板が立てられていた。スイッチバックをする際、運転士は運転席を移動せずに車掌の無線による誘導で上半身を運転席から外に乗り出して交代していたが、2006年3月18日のダイヤ改正以後運転席を移動するようになった。しかし、2006年3月23日及び27日に、 運転手の ATS の入れ忘れ事故が立て続けに発生したため、事故防止策としてスイッチバックを廃止することとなった。2007年3月17日22時頃から3月18日9時頃は、全列車が北内駅を通過、3月18日9時頃から17時30分頃は、吉野口駅五条駅間を運休として、線路の切り替え作業が行われ、この間は、 吉野口駅五条駅間で代行バスが運行された。このスイッチバックの解消に伴い、吉野口駅五条駅間の営業キロが0 4トル短縮され、区間によっては運賃が値下げとなった。奈良県と経年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。五条市、コミュニティバス平日一往復のみの運行となっている。 五条市デマンド型コミュニティバス平日3往復の運行となっている、西日本旅客鉄道 T 和歌山線快速、普通吉野口駅北内駅五条駅、ありがとうございます。